朝に鳴り響く誰かの音二人で過ごした部屋で目を閉じたまま考えてた悪いのは誰だわかんないよ誰のせいでもない多分僕らは何回だってきっとそうなんでんだってきっとさよならと共に終わるだけなんだ仕方がないよきっとおかえり思えずこぼれた言葉は違うな一人で迎えた朝にふと思う誰かのこと二人で過ごした日々の当たり前がまだ残っている最終的な答えだよ僕らだんだんとずれて